かな。ああ、まあ、ミッチェルの効率が昨シーズンより悪いっていう感じ。おアイソレーションと、ー。ピックアンドロールハンドラーのプレイタイプで出るじゃん。PPP、ポイントパーポゼッションが、去年まで1.2近くあったんだよね。両方とも。確か。今年1点切ってっから、スペース広くなったのに。逆に言うと、これが上がる余地があるってことじゃん。そうで、今でも全然オールスターに選ばれるクラスの働きしてると思うけど、効率的にここが上がってくると全然また変わってくると思うから、なんていうの、ガーランド・モーブリーが帰って、まあ、だからガーランド・モーブリー帰ってくると余計なんかまたグジェットな人だけど、まだその余地はあるっていうのは、なんかこう、一つ言っときたいところかな。まだも、上がり幅が、既存の戦力の中でもあるよっていう。まだいそけのるぞエーと。スの中でね。まあ、あとはまあバランスの問題だよね。やっぱタスク、で、去年よりちょっと守備のタスク大きいように見えるから、ミッチェルも。逆にツービッグにした方が、その辺どうなのかな、みたいな。オフェンス的には窮屈になるけど、守備のタスクが減るのかどうかわかんないけど、やりやすくなるのかどうなのか。まあ、ちょっとね、スペーシング的には、キャラクター的にもさ、選手の。作り的にも明らかに今年の方がいいのに、そこが上がってないっていうのが、どういう意味なのかわかんないけどね。まあ、読まれてんのか、対策されてるのか、東のチームに。それなのか、そもそも、なんかこう、とにかくこう、大きく変わりすぎて、まだアジャストできてないのか、まあ、割とこう、ミッチェルって決め打ちタイプのプレイするじゃん。しますね。だから、ちょっとこれがうまく合ってないのか、まあ、このまま上がっていかないのかもしれないし、まあ、この辺はなんかまあ、要注目って感じかな。まあ、確なんかかにポイント、ちょろっとホークス見てて思ったのが、ドライブ止められる、まあ、スナッチバックみたいなんでストップスキル使う、その後にそのままロングツーでもミドルシュート打っちゃうシーンは何回か見たのはありましたけど、あまあ、れって、普段はね、4クォーターまであんまりやらなかったりとかするんだよね。まあなんか試合によって違うんだけど、なんか4クォーターでやり出す時もあるし、そこから、あそこで打てなかったら、ボール離して、ムービングシュートの展開に任せれたりとかもする時もあるし、まあ、ルバートと一緒に出る時は、ルバートで回したりとかする時もあるし、なんか、待ちましたけど、まあ意識的に4クォーターまでやってない、ミドルで打つのやめてるなっていう試合もあるから、なんとも言えないけど、まあ割とこう、すんなりリムまでいけることが減ったなとは思う。か、なんか、やっぱりクリエイターが今不足してるから、ストップスキル使って一回やり直すとか、まあ、他の人に任せるっていうのがちょっとできづらい部分があるから、その自まあ、分が突生き切るっ込んしかで、ないっていう。もう打つしかないみたいな。まあ、あるだろうね。結局そこでやめたとて、ね、ニヤングとかに渡して何になるのみたいな話もあるし。まあなんかその辺は、結局もともとそのガーランドいる時も、そんなに効率上がってなかったから、別に下がってきてそうなってるわけじゃなくて、むしろ上がってきてると思うんだよね。多分もっと低かったから、シーズン序盤の頃は。なんかね、動きがないとか、ペースが悪いって言いつつ、去年はね、チームとしてもオフェンスレーティング8位だし、全体で。ミッチェル自身もめちゃめちゃ良かったから、効率は。これがね、なんか、シューターが増えて、選択肢が増えたら、今度、下回るっていうね、わけのわかんない状況だったから、なんかこの辺が、なんかもしね、解決するんだと、また一つ大きな武器を手に入れることになるなっていうのは思った。あんまり言われないけどね、その効率が悪いって。ただなんかこう、ポイントガードミッチェルは結構割と不評だから、キャバスファンから。そうっすね。でもそれこそ本当ツービッグになってスクリーナー2枚確実にいる状態になって、その上で横にガーランドがいるってなれば、こう無理に打ち切ることもなく効率も戻ってくるのかなっていう。もましかあ、した相ら、手を見てプレーを決めれるかもね。そうですね。ミッチェルにしたら、ツービッグの方がもしかしたらスペーシングよりも大事な助けがいるっていう部分でそうやね。りやすくなったりもするのかもしれないですまあ、なんか、ユタ時代のさ、まあなんか、ハレルが挙げてた、ね。ミッチェルの、オールポゼッション、タッチかな？忘れちゃったけど、ありタッまチしたシューね。か、ポゼッションか、オール見たポけジ、ど、でも、なんか、ワンビッグでも、作りが全然違いすぎるからさ、そもそもなんか、選手の質が違うじゃん。やっぱ、確かにこう、ミッチェルのドライブに合わせての動きっていうのは、中だけじゃなくて、外の動きもさ、明らかにユタ時代の方がさ、なんていうの、タイミングもいいしさ、いい動きしてるし、動きも多いじゃん。その後の展開もあるけど、やっぱ、あれができる選手はいないよなって思う。キャブスに同じことを再現できるようなバランスのいい選手って本当にいないから、何かが足りない。ドライブがちょっとあれとか、
シュートが入らないとかさ、プルアップ打てないとかさ、はい、うん、だからそんな選手ばっかりだから、なんかよくツービッグとあのなんか得意不得意がはっきりしてる選手たちで、はい、リーグ8位のオフェンス効率作ったなって思ったもん、ユータのあれを見て。まあ それでこだわりすぎてダメだったけど、プレーオフではなんかやり方っていろいろあるんだって思った。なんか綺麗だけどね、ユータの方が、はい、めちゃめちゃ綺麗だし、特になんかキャブスはコーナー3が全然少ないから、そうするとも、でもそういう意味ではやっぱりなんかあれだけシューター揃えてもこう仕組み的に広がりを持ててないってことだと思うから、うん、確率もあんま確率はどうだったかは忘れたけど本数が少ないんだよね、うん、ずっとなんかね、そういう意味では、まだまだ、オフェンスでやれること。まあ、これ今シーズン中にどうなるかわかんない、はい。で、もちろん来シーズン見てるらいいかどうかわかんないけど、はい、もしこのまま、まあ、プレイオフでよほどひどい負け方しなかったら、来シーズンも伸びしろあるなって思ってる。でもそうですね。いわゆる契約的にも2年後に契約切れるのが起こるぐらいだし。あ、今年よ。あ、そうです。2年後に、だから、いなく。あ、いないですね。はい。うん、ほとんどの、ね、スタメンというか、うんうん、ロスターは来年も継続できるってなると、うん、今シーズン、まあ、話聞けば聞くほど無理に動く必要が感じられない、うん、もう1年様子見て、はい、プレーオフ次第でオコロと再契約するか、はい、他のところから違う要素を持った選手、はい、まあ、それこそだからロイス・オニールとかを狙いに行くか、はい、多分ね今年のトレードデッドラインではそこまでしないような気がするんだよね。それだったらオコロがどれだけ出る気るかを今シーズンを踏まえて、はい、今シーズンのチームを踏まえてもう一回査定するんじゃないかなっていう気はする。なんか僕もいろいろ聞いてそう思ってきました、はい、確実な上積みじゃないじゃん、上積みになるかもな、じゃん、うん、多分互換気するな、うん、多分する必要もあんまない気するし、はい、そうですね、うん、まあっていうことで、はい、キャブズの未来はまあ明るいということでよろしいでしょうか。そうだ、周りが思ってるほど暗くないって感じ、はい、あとはまあそのニックスとか、はい、マイアミとかのなんかここに勝ったら認めてもらえるみたいなチームと当たりたい、はい、オークランドとかじゃなくてとかインディアナでもなくて、はい、トップ3が変わらないんだったら、まあ、4位か5位には行くと思うから、多分、はい、ストレートインは絶対できると思うから、はい、そういうところと当たりたいね。プレーオフでちょっと何位になるか、こう結構、ね、4位から7位ぐらいは本当に団子状態なんで、うん、最終的にどこと当たるかはまだ分からないですけど、うん、まあ、ちょっとプレーオフね、どこと当たるか注目しながら。そうね。あ、なんかね、最後 CPJ の話だっけ、言ってないから。クレイグ・ポーター・ジュニアでしたっけ。そう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 。はい。ツーウェイで、うん、はい、4年行って23歳なのかな。はい。まあ、オールドルーキーなんだけど、はい。まあ、基本的には、まあ、割とこう、なんていうの、リムまでめちゃめちゃ行けるタイプでもないけど、はい。めちゃめちゃキープ力があるわけでもないけど、こうゆったりスピードを落とせるタイプなんだよね、うんうんうん、スピードを落とせてで引きつけて外に出せる、はい、でプルアップと、まあ制限エリア外のペイントとかあの辺の中間距離で打てる選手で、うん、彼が結構つないでくれた部分はあったんだよね、ハンドラーがいないときに。で今41試合か。だけど、インアクティブが、アクティブロスターに入らなかったのが2試合だけ。だから、ほぼほぼずっとアクティブロスターに入ってるから、2ウェイなのに、うん。なので、多分、契約、本契約するんだろうけど、多分、ジェロームが全然出れてないから、彼が、言ってみたら他のチームでいうサード、まあ、バックアップポイントガード。キャブスの場合は、なんか、ハンドラがね、2番に2人いるから、最終的には、セカンドのポイントガードにはならないんだろうけど、うん、彼が、割と、掘り出し物っていうか、うん、まあ、ただね、ちょっとメリルの方が良すぎて、メリルに食われちゃってんだよね。はい、ね、メリルはもうなんかシステムの一部になっちゃったから、はい、彼がシステムを作ってるところあるじゃん、はい、正直。だからね、なんかやっぱこう、ミッチェルは本職のポイントガードじゃないけど、TPJ の本職のポイントガードの TPJ の時間を削ってでも、メリルがいた方が、はい、やっぱ、オフェンスの、あれ、影響力が強いから、ちょっとね、出れてないけど、まあ、まあ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 、やっぱね、フィニッシュがね、割とうまいんだよね。ビッグマンにコンテストされても、こう、腕を伸ばして、よくあるじゃない、横にすげえ伸ばしてフィニッシュする。あれができるから、割とこう、ブロックされづらい。で、フィニッシュできて、まあ、プルアップも打てるから、ただ、キャッチアンドシュートが全然で、うん、1本ぐらいしか打ってないんだよね、スリーポイントのキャッチアンドシュート。だ多分、まあ、縫い目に合ってないのかな、なんかわかんないけど、まあ、長く持ってないと、しっくり来ない、しっくりシュート打てないタイプだから、うん、だからどうしても、こう、ボール離した後に、ちょっと、オープンで渡しても、ワンドリ、ツードリで中入ってって、プルアップみたいな感じになっちゃうから、
なかなかね、その辺がこう、こなれてくれば。うんうん、で、もともとなんかコンボガード的に、そのディフェンスがいいガードとして取ってるから、はい、うん、バックアップのポイントガードとして、ミッチェル、まあ、ないしガーランドの後ろになれる可能性を見出して取ってる人だから、ディフェンス的にはまあ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 、伸びしろってか、うん、今ちょっとそこまで、個人的にはいい。っていう感じで見えないけど、その割にはね、もともとそれで取ってるから、なんか彼が良くなってくると、ルビオいない、ジェロームいないのバックアップのポイントガードのポジションにすっぽり収まってくれんのかなっていう感じでね。うん。うん。まあ。でもいい悩みっすね。なんかこう、メリルが良すぎて、CPJ に出番が回ってこないっていうのは、いい悩みっすよ。で、ベイツっていう、もともとなんか高校のトッププロスペクトで、20メートルった選手。エモニ・ベイツですか？うん、イマニ・ベイツっていう。はい、うん、彼がなんかもともとなんかステーショナリーシューター系で、はい、あんま動かないとオフボールで、はい。で、ハンドリングがあんま良くなくて、プレイメイキングがあんまないっていう話だったんだけど、そこら辺がだん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 下で良くなってきてるから、ムービング系になってきたんだね。はい。いや、なんかこの間ハイライト見たらめっちゃスリー決めてて。そうそうそう。すげえやついるなと思ったら。やっぱり手は長くないらしい。手は長くないっていうか、多分肩幅が狭いから、ウィングスパンが、うん、短いってなっちゃうんだろうけど、うん、まあ、そんなにめちゃめちゃ長いタイプじゃないけど、上から打てるからさ、で、遠くから打てるから、はい、なんていうの、まあ、他の選手、シトゥルスとかメリルとか、あんまり背が大きくない選手より、こう、無理が効くタイプになりそうだから、うん、来シーズンは本契約すんのかな、なんか、その辺の選手が入ってくると、こうキャブスの、まあ、ビッグウィングとしてはね、あまりにも細すぎるから、ビッグウィングって言っていいのかどうかわかんないけど、はい、もしかしたら 3、4、3ないし4番って一番こういないじゃん。はい、まあ、ニアンとウェイドだけ。だから、こう、そこにほら、スターが集まってきてるわけじゃん。で、ここになんかいい選手を揃えることが優勝の条件みたいになってきてるけど、そこが一番弱いポジションだから、うん。だからそこの選択肢の一つに入ってきてくれるかなっていう感じはするけどね。うん。うん、やっぱガードはやっぱ 1,2 番両方できてほしい、ウィングは 3,4 できてほしいっていうのがやっぱ一番欲しいところだから、キャブス的にはっていう、なんか 2way の2人はそんな感じ、うんうん、だからまあね、モーブリーのお兄ちゃんも 2way にいるけど、話しすぎかはお客さん枠じゃないから割とこう戦力になれるかもみたいな、うん、スキル系のストレッチ4だから、なるほど、うん、まあ一応なんか最後に触れてみましたまあでもこういうのは本当キャブスファンに聞かないと、ね、2way まで追いかけれてない人がほとんどだと思うんで、うん、ただそのベイツと CPJ は来シーズンないし、まあプレイオフはどっちか一人だろうけど、うん、来シーズンは二人とも本契約のような気するけどね、多分。だってメリルだって昨シーズンほんと3月とかだよ、4月とか契約したの、はい、その時だってアレンが怪我してて出れてなくて、はい、センターいないってなってたんだよ。だからサードセンターがロビン・ロペスで全然使われなくて、ちょっともう動けなさすぎて、はい、センターいなくてやばいね、誰センター取るのかなって言ったら取った選手だから、うん、あれはだから相当だから自信があったんだろうね。なんかもう今勝負するためにっていうよりかはもう確実にこの先必要になってくるのは彼みたいな選手っていうので取ってるから、はい、多分なんかそんな感じで誰か取るような気するんだよね、キャブス。その今このためにベテラン取るみたいな感じより、そのバイアウト市場とか、はい、よっぽどの、うん、いいのが出てこない限りは。だからなんか、もし、なんでこんな若手この時期に取ったのみたいな。ここは、この時期はなんかベテラン取る時期でしょっていう時に取ってるとしたら、多分次のシーズン相当自信ある選手だと思うから、もしそういうのがあったら注目してもらっていいと思います。うん。うん、だそうです。